ウガムスポーツ第60回の今回は阪神カップの予想をしていきたいと思っております。まずはそしたら特注馬、本命ということになります。4番人気想定、ネット競馬4番人気想定のレーヌミドル、強い3歳世代の g 1馬、桜、ま、花、あ、賞馬ということで、まあ、どちらかというとね、マイルといってもこれぐらいの距離、千葉1400ぐらいがベストかなという馬でもありますし、ここはまあ一発目で狙ってみてもいいかなというふうに思っております。 そして上位から1番人気、イスラボニータ。まあ、去年の2着場ですしね、藤木関3区がこのレース、阪神カップは得意としてて、まあ、リピーターレースってこともありますから、ぜ、ま、ひ、あ、狙ってみたいということで、嗅いでいきたいと思います。2番人気、サングレーザー。まあ、専用の G2、スワンステークスも勝ちましたし、マイルチャンピオンシップも3着と、まあ、これで京都専用級っていうね、阪神の最後の坂でなんていう懸念は拭いきれませんが、まあ、一応ですね、 まあ、勢い十分の3歳馬ということで狙えると思います。そして3番人気、モズア・スコット。まあ、3歳世代で実績を残してきたというよりはね、遅れてきた登り馬。まあ、遅れてきた登り馬の中でも、まあ、サングレイザーより後から来たわけですから、まあ、出世が遅れたというか、まだ、それより1枚落ちるのかなと考えたら、まあ、回答は言い切れないというか、まあ、そういう形でね、まあ、それで先週もやられましたけども、今回も決していきたいと思います。まあ、そして5番人気、ダンスディレクター。 去年より同じローテできてねあの7歳馬ながら同じローテを使ったところの着順は6歳児より上がってるんですねまあそして去年の4着馬なんてことを考えたら、まあ、この人気順ちょっと低めの人気になってくれたら十分に変える一頭となってくるんじゃないかなということでいきたいと思いますそして6番人気シャイニングレイこの馬の休み明け成績が一応負けてるということを考えたら休み明けっていうのはマイナスかなと まあディープインパクト3個は立て直してきてリフレッシュした,したねフレッシュな状態の方がいいなんていうふうにも言いますからちょっと怖いんですが決していきたいと思いますそして7番人気ミスエルテ去年暮れねここであのボバの G1 挑戦してそこから ちょっとあれだったなという印象なんですがもう一個言えばね、まあ、この暮れの阪神っていうのは案外フランケルに適正ないんじゃないかなとこれは3番人気のモズなんとかっていうのもね同じでしたから、まあ、まとめて決死でいこうかなってことで、えー、と3番人気7番人気のイ歳馬フランケル3区まとめて決死としたいと思いますそして8番人気修二、シュジまあ、不調の原因がのどなりっていうのは不安なんですが、まあ、昨年の覇者、まあ、そしてですね横山紀仁雄弘が継続起乗なんていうのもね あのつまりは狙える要素があるんじゃないかなということで、まあこうやって人気を落としてくれて、またこの人気椅で勝ってくれたらね、配当も美味しくなるんで、入れておきたいと思います。そして最後に、えっと、ひらめき大穴というかね、まあ大穴、推奨馬、13番人気アポロの新山、桜爆心王産区の16年連続 JRA 重賞勝ちなんていう記録がここでかかってます。まあラストチャンスとなりますし、まあそう考えてみるとね、9番人気の想定の何だったっけ 準、ね、オープンでこの馬が勝って、えー、となのに、まあ、こちらの方が、ね、1枚強いかなというところで、ね、あの力を見せているのにこっちの方が想定今のところ人気ですということを考えたら、まあ、結構そういった記録がかかっている割には人気の盲点になっているのかなということで狙ってみたいと思います、まあ、以上こんな形で五島ボックスプラスワンであとはねまあちょっと暮れなんでこの冬場なんで馬体重のね増減とか結構気になるのでその辺を踏まえて本番では買いますが 現在のところ、こういった予想でいきたいと思います。以上、ハッチーでした。